デビューから15年、2005年12月をもってホンダ NSX 生産終了。日本自動車史に輝く最後の大物もついに終わりの時を迎える。 NSX ザ・ラストバトル。1994年のルマンに始まり、数多くのレースを NSX と共に戦ってきた土屋圭一。 NSX を所有する喜びと、僕がこの NSX を R を手に入れた理由、それはね、安心して飛ばせること。本当に安心しきって走れる車、気持ちよくさせてくれる。いきなりこうグリップしててフロントが抜ける、リアが抜けるっていうことがこの車は絶対にないんですね。腕さえあればどん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 限界が上がっていって、その限界を超えた時に裏切らない、これが NSX のタイプ R ですね。もうね、この速さは絶対に負けない、その世界のスポーツカーにね。アワードリームカムトゥルー、私たちの夢は実現しますというキャッチフレーズとともに、 NSX は我々の前に姿を現した。当時 F1 で無敵を誇ったホンダが初めて取り組んだスーパースポーツに世界は震撼した。うちはあくまでも人間というのを中心として、その人間が最適快適に車を扱えるというのをその追求していったというのが NSX で、まあそういうところがまあ旧来旧、まあ今まであった価値観を新しく塗り替えようという我々の意気込みであったし、 NSX という形で実現したということですね。走る、止まる、曲がるという運動性能を極限まで高めるため、レイアウトにはミッドシップ方式を採用。全ての重量物をホイールベース内に収めるため、エンジンは横置きに搭載され、ミッションはその側溝に配置。リアの空いたスペースにトランクを設けるなど、快適性をも併せ持つ新世代スポーツカーとしてこのように生を受けた。エンジンは人間の感覚に自然であることを目指し、自然吸気を採用。エンジンブロックこそレジェンド用が流用されたものの、チタン製コンロンドや細軸バルブシステム、空気管制を利用した共鳴チャンバーなど、自然でリニアなフィーリングと高効率が徹底的に追求された。レーシングエンジンレベルのチューニングが施された C30A であったが、3リッター V6 280馬力ではフェラーリ、ポルシェといった世界のライバルたちと戦うには非力であったことは否めない。そこで採用されたのが量産市販車では初となるオールアルミボディだった。弾性係数が低いために加工が難しいとされていたアルミを使用するにあたって、ホンダはアルミスポット溶接機などさまざまな新技術を開発。ボディの構成はまっすぐなフロントサイドフレーム、大きな断面を持つリアフレームをベースに、エンジンルームやトランクルームなどを結合するモノコック形状を採用。これにより軽さだけでなく、フェラーリ、ポルシェよりも優れたボディ剛性を手に入れた。 NSX は専用の高根沢工場で一台一台真心を込めて作られた。軽量化はサスペンションにまで徹底され、バネ下重量を軽減し、サスペンション自体の高さを低く抑えられるインホイールタイプを採用。さらにタイヤに前後方向の外力がかかった際、サスペンションが移動しショックをいなすコンプライアンスピボットを設け、アライメント変化をほぼゼロにコントロールしながらもソフトな乗り心地を実現した。
1991年2月号でついにフルテストを敢行。やっぱり NSX の方が速い。3リッターの自然吸気ながら04でフェラーリを上回り、最高速では260キロオーバーを記録した。ベストモータリング恒例のバトルデビュー戦では、雨の中国産最強の名を欲しいままにしていた R32GTR を抑え2位フィニッシュ。そして自動車開発の聖地ニュルブルクリンクゴールドコーストでその実力を遺憾なく発揮。 R32GTR911 カレラ2を大きく上回るポルシェターボ並みの8分16秒台をマークしてみせた。我々の知らない世界がそこにあって、それは自動車にとってはすごく厳しいですね。車を鍛え上げるのにこんなところがあったのかというね、日本の中でいたんじゃ得られないその貴重な経験というのをですね、それでそこからこう得ることができましたね。デビューから2年後NSX-R が登場。 NSX のエボリューションモデルタイプ R はもともと軽量だった NSX をさらに120キロ軽量化。国産280馬力軍団のライバルはおろか、ポルシェ911のレーシングバージョンカレラ RS すら寄せ付けない驚異的な速さを見せつける。 R はこれはもう世界最強だな。運動性能の追求から生まれたミッドシップスポーツ NSX をさらに磨き上げた時、そこにどんな世界があるのか。タイプ R は開発責任者上原氏が求めた理想の姿であった。そこでどのくらいのタイムを出せるかということが一つのこの車のポテンシャルを証明する意味ではちょうど、いいですね、場所があったし、特にスポーツカーなんかやっていくと挑戦する意欲がなくなったらもうおしまいだと思うんでね、そういう意味で一つのこの挑戦をしたかったと。ベストモータリングでは歴代 NSX のモデルごとにニュルブルクリンクアタックを敢行。ニュルマイスター黒沢元春のドライブによりどこまでタイムを短縮できるのか期待された。後ろが見守っててくれてる。これで7分台入ってきたね。97年 NSX はビッグマイナーチェンジ。よし、 NSX の方がエンジンの伸びがいいみたい。安定してんな NSX。安定してるな NSX、 やっぱり風は何にも問題ないよ。これ手で離せちゃうもん。この路面の温度にはもう全然問題ないよ。超過じゃないかな。 3.2 リッターエンジンと6速ミッションを手に入れ、正常進化を果たした NSX は再びライバルたちを寄せ付けないポテンシャルを手に入れた。2001年のマイナーチェンジではリトラクタブルヘッドライトを廃止し、バンパーの形状を変更するなど空力性能が向上。
またリアのトレッドを10ミリ拡大、前後17インチタイヤの採用と相まってコーナリングの限界性能を高めた。だがバトルデビュー戦では厳しい戦いを強いられる。ワインディングでの操る楽しさを目指し開発されたタイプ S はサーキットではオーバーステア傾向、かつては格下の存在だったランサーエボリューションをコーナーで追い立てられる。インさせるか、おお、滑ってる滑ってる。立ち上がりはランエボにやられそうだけど、お願いだからもうちょっと軽いバージョン作って、タイプあるか。デビューから10年、進化するライバルたちの前に NSX の国産最速の称号はもはや風前の灯火だった。3.2 リッターエンジンを搭載してから7年、ついに2代目タイプ R が登場する。初代と同様、開発では聖地ニュルで徹底的な走り込みが行われた。ブッシュ一つ、それからバネ、ダンパー、組み合わせが本当に天文学的にあるわけですよね。その中から一つユーザーの方が探し出すっていうのは、まあ、ほとんど不可能に近いですよね。でそういう意味ではメーカーが行った最強 の、 そのチューニングという形の位置づけなんですね、タイプ R っていうのは。2代目タイプ R の開発では新たなテーマとして空力草案という新境地を開拓。1代目タイプ R 同様、一切の妥協を排したこだわりの NSX を開発した。NSX-R のエンジンは熟練した職人一人一人の手作業で組み上げられる。ピストン、コンロッドの気筒間相互重量バランス、クランクのダイナミックバランス、実測値による精密なメタルオイルクリアランス管理など、 F1 やカートエンジンと同レベルの生産工程により自然吸気ならではのシャープでリニアなレスポンスが実現された。空力草案というテーマを実現する上でキーとなったのがカーボンテクノロジー。マイナスリフトを実現するため、ボンネットフードにエアダクトを一体成形できるカーボンを採用。リアウィングは空気の流れを乱さないよう一切の凹凸をなくした一体成形型が採用された。リアエンドに加え、ラジエーター配布を情報排気化し、フロントでもマイナスリフトを実現。高速での安定性に空力を利用することでタイトコーナーの旋回性を重視したサスセッティングも可能となり、自在にこなせる究極のハンドリングが実現した。チューニングの域をはるかに超えた最先端のレーシングテクノロジーが満載された2代目タイプ R はサーキットで異次元の走りを披露。おー、インに入られた。誰だこのエース、遅いぞ。そして初代デビューから12年、2代目タイプ R がニュルブルクリンク夢の8分切りに挑んだ。
いや、ワンラップだけだと思ったから真剣だったよ。早かったもん今。なんかやっと15年よくやったなって感じですね。まあ自分としては、まあ、NSX 今の携帯完成できたんじゃないかなという意味でやっぱほっとしたところもありますね。